お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩寵、お守りしたいだけにございます。お主も流因に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。父上、生きておいでだったとは。はかりごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流因を手中にしようと思う。ですが。わかっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。御意。父の言葉に従い巫女を捨てる。それでよいのだな。はい、起きては絶対主よ、巫女を捨てまする。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動も、これはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争っては、今は亡きあのお方に申し訳が立たん。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。マイル。
セキロよ。お主、愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に切ってやろう。再び修羅を切ることになろうとはな。取ってくる。セブン、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 セ
しろよ。って、やれんのか。待たせたの。だが、こちらの守備も上々じゃ。しかし、老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。足名もナイフ殿もこの国ごと食らうてくれるわ。我武士行くんじゃよ。兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。芦名は戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。